はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。始まりましたね、チョコボニャンのレースバトル。予告通りに始まりました。今回ガチャにプラチナ鬼っていうね SS ランクの妖怪が追加されたということで、早速ガチャやっていきたいと思います。4500Y マネーの、おっといきなり超あたり来ましたね。いきなり来たか。おっと、魔天王ですね。来ましたね、 S ランク。これはこれで嬉しいけどね。一応ね、狙いとしてはプラチナ鬼を狙っていきたいと思います。メリケンレジェンド妖怪プラチナ鬼が登場ということで、プラチナ鬼の必殺技は攻撃力アップだそうです。技レベルを最大にすると妖怪の攻撃力が倍以上になるということで、これはすごいですよね。しかも今回のイベントでレースステージでの獲得するレースパワーアップということで、これもねゲットしておきたいなと思っています。チョコボニャンに対して仲間確率アップの特殊能力があるということなんで、なんかどっかで聞いたようなちょっとエジソンチックな雰囲気ありますけども、豪傑族ですね。スコアアタックでもスコアボーナスがつくということで、非常にいいなと思っていますが、よくよく見るとこのガシャでいきなりゲットするわけではなくて、最近流行りの2段階抽選プラチナ鬼パスをゲットして、でプラチナ鬼の挑戦権が得られる、そして挑戦して運がいいと友達になってくれる時もあるかもということだそうで、かなりゲットしにくいなという感じはありますね。どうなんでしょうね、もうこれから SS ランクのレジェンド妖怪は2段階抽選方式に、おっといきなり超当たり来ましたね。来たか。おっと、覚醒引きこもりか。まあこれも持ってないからね、嬉しいけどね。 SS ランクできればねプラチナ鬼チケットが欲しかったですが、まだまだ狙っていきたいと思います。どうなんでしょうね、また今回もこのプラチナ王にはかなりゲットしにくくて、本気で出そうと思ったらちょっとハマるかもしれませんね。さあ来たか。おっと、小当たりですね。微妙です。今時アンドロイド山田はちょっと厳しいよね。ドリームチャージは中です。今回のチョコボニャンのレースイベント、これもねファイナルファンタジーとのコラボイベントで、モーグリニャンと一緒に来るかなと思ったらまさかの時間差で来ました。しかも違うイベント、ファンタジーな世界からやってきたチョコボニャンと協力してレースバトルに挑戦しよう、どっかで聞いたような雰囲気ありますけども、レースバトルですね。なんか KK ブラザーズのレースバトルを思い出しますね。お題をクリアして最高タイムを目指そう、全く一緒ですね。そしてレアな妖怪プニアアイテムをゲットするチャンスということで、ランキングのご褒美を目指せ。おお、プラチナ鬼、そしてチョコバニャン、ギサールの野菜、これがねランキング上位に入るともらえるそうです。まあ、ランキング上位っていうとね結構厳しいけどね。さあドリームチャージがたまりました。これでね超当たり出してプラチナ鬼のチケットゲットしたいと思います。さあこれだけあれば当たるでしょって思うとね外れるんだよね。これがね騙されますね。さあ来るか、来い。おっと大当たりだ。この辺は闇が深いです。フローラルです。微妙です。なかなか厳しいねドリームチャージ大。さあここからはねイベントでゲットしたコインで通常ガシャ回していきたいと思います。まあ通常ガシャも侮れないよね。来たね、ゴールドのウィスパー。おーっと、不死身御前か。 S ランクです。イベントマップノランポニー渓谷を進むとレースステージがあるということですね。ゴールまでのタイムを競う。さあやっていきたいと思います。ランキングご褒美はかなりいい、プラチナ鬼チョコバニャン、そしてプラチナ鬼パス。レースパワーを貯めるとねそれで
ご褒美がゲットできるということだそうです。これもまあいつものやつですよね。お題をクリアするとレースパワーがもらえる、たくさん貯めて豪華なご褒美と交換しよう。先のマップほどお題が難しくなるけど、その分多くのレースパワーをゲットできるよ。なるほどね。必殺の秘伝書、キザールの野菜、そして犬神、なかなかいいですね。そしてキザールの野菜を使うとチョコボニャンとバトルすることができて、それに勝つと、まあ低確率なんだと思うんですけど、友達になってくれる時があるという、この辺りはモーグリニャンイベントと全く一緒という感じですね。ということはかなり苦戦するということではことじゃないでしょうかね。まあでもチョコボニャンゲットしておきたいよね。さあガシャの方はこちらの高級な色コインの方をやっていきたいと思います。一応ねミッションの方を確認しておくと、チョコボニャンの試練ということで、チョコボニャンを10回倒すと、まあ、必ずチョコボニャンがもらえるということだそうです。この辺りはモグリニャンと一緒ですね。まあ、おそらくほぼ15回倒せということだじゃないかと思います。なかなかちょっと仲間にならないからね。ガシャの方はおっと A ランク微妙ですね。ちょっとレースパワーの方の報酬見てみましょう。この最初の辺のねつながりの奥田とかは、おっとキザールの野菜が1300ですね。そして犬神、虫歯伯爵、伏竜、土の子星人、おお、ここら辺はかなりレアな妖怪なんで、持っていない人はねかなり美味しいイベントじゃないでしょうか。それからコインがあって、おっとレアアイテムの生命のおしろい、そして必殺の秘伝書ありますね。これはかなりやり込み要素あると思います。ということはまずはこの野菜を目指して、キザールの野菜を目指して1300ポイントを貯めてね、15回挑戦してチョコボニャンゲットしたいと思います。おっといつものやつですね。ガシャの方はなかなか厳しいです。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。